平洋軌道上のシャフハウゼン駅に停車するブド4-46型が B461 型などを経営する列車1960年頃シャフハウゼン・シュライトハイム軌道ブド4-46系電車はスイス北部シャフハウゼン州の州とシャフハウゼン近郊の鉄道であるシャフハウゼン・シュライトハイム軌道で使用されていた2等荷物合わせ作り電車である。なお、本機は CFE4 4型3等荷物合わせ作り電車として製造されたものであるが、その後1956年、1962年の称号改正を経て、武道4、4型となったものである。本校では本形式と同時に製造された時計の客車である B461 号車についても記述する。スイス北部、ライン川北岸の都市シャフハウゼン近郊の施設である、 シャフハウゼン・シュライトハイム軌道は1905年の開業に際して電車4機、客車3両、貨車6両を用意し、1907年にかけて、さらに電車と電動貨車を1機ずつ、客車3両、貨車5両を増備し、直通運転先であるシャフハウゼン市内線のシャフハウゼン軌道線のスイス国鉄シャフハウゼン駅からドイツ国境近くの町、シュライトハイムを経由して、 オーバービーゼンシュトゥーリンゲンまで旅客列車、貨物列車ともに電車が牽引をする方式で運行を開始している。開業後の1906年には約23万人であった輸送人員も1920年には37万人となるなど輸送量も増加していたため電車1機、客車1両を増備することとなり、1921年に導入された3等、 荷物、合わせ作り電車が本形式である CFE4-46 系、その前年の1920年に導入されたほぼ同形態の車体を持つ三等客車が C461 系であり、スイスの鉄道における1956年の客室等級の1から3等の3段階から1から2等への2段階への統合とこれに伴う商防改正により、 三等室が二等室となって、形式記号も C から B に変更となって形式名がブフ四4 4 6系及び B461 型となり、さらに1962年の称号改正により、荷物室の形式記号が F から D に変更となったため、ブフ四4 4 6型は、形式名がブド四4 4型となって、両者とも1964年の動線の廃止まで、 使用されている。本形式は、開業に際して、主力車両として用意された、武道4、41から5系電車より近代化されたスタイルと、同一の基本寸法及び性能で、平用軌道もしくは道路端に付設された、専用軌道が大半を占めるシャフハウゼン・シュライトハイム、軌道線及び直通運転先である、シャフハウゼン軌道線での急曲線での運行を考慮した、 ショートホイールベースの台車と路面からの乗降に適したステップ付きの車体を持った機体となっている。ブド4-46系の製造は、車体、台車、機械部分の製造を、シグガ、主電動機、電気機器の製造は、魔法が担当しており、価格はブド4-46型が168,925、スイスプラン、ほぼ同系で、シャフハウゼン・シュライトハイム軌道では、 初めての二軸ボギー客車であり、シグが製造を担当している B461 型は7629スイスフランであった。各機体の基板と製造年、製造所、価格は以下の通り、ありがとうございます。